どうもミロの化身です。最近あんたたち飲んでくれないね。ということで今日は、ニューキャッスルクラブセレクション来ておりますということで、まあ、月曜日クラブセレクション、この中に宝がいるんじゃないか見ていきましょう。まず一番総合値が高いのはブルーのギマランイスです。プレーメーカー182センチ、グランダーパスが84、まあ、あとはボールコントロールドリブル系が高くて、守備力もまあまあですね。アグレッシブで73、守備意識72で、瞬発が72、フィジコン70、ボディコン72。あ、フィジコンボディコン上げれるのいいね。でスキルがヒールトリック、スルーパス、バックスピンバー、アウトスピンキック、低弾道ロブということで、レベルは29まで上がります。そこそこ普通に使えそうなおじさんが来ました。この人はまあ結構当たって1週間使ってみても面白いんじゃないですか。で続きましてセンターバックスフェン・ボドマンさん、総合値82、193のビッグマンでございます。レベルは19まで上がる。ちょっと物足りないね。でディフェンスセンス76、ボールダッシュが77で、フィジカルコンタクト84、ここ上げなくていいね。スピード66、瞬発62、鈍速センターバックにしかならないという感じですか。スキルはマンマークインターセプト、エアバトルでございます。ちょっと微妙かな。2人目にしてはちょっと微妙は、ちょっとこうあれどうなのって思います。うん、サイドハーフアラン・サン・マクシマンさんです。有名ですよね。 FIFA だとめちゃめちゃ強いおじさんです。レベル25まで上がります。ドリブル86、ボールキープ80、グランダーパス65、フライパス63、決定力65ということで、もうドリブルだけのおじさんですね。でスピード84、瞬発86で、フィジカルコンタクトは67ですが、ボディコン84ということで、コネコネおじさんの爆弾です。で、スキルが、シザーズ、エラシコ、ルーレットターン、ジクラターン、軸足当て、足裏コントロールということで、もうほぼドリブルスキルで、アクロバティックシュート、ラボーナ、マリーシアという感じで、逆足は精度は高いが頻度は普通ということで、ちょっと個性的なドリブルをしそう。まあドリブルが好きな人は楽しいんじゃないかな。僕のおすすめだとドリブルもうちょっと上げて、スピード瞬発はまあそのままでもいいかも。あとはフィジコン上げて、もうフィジコンボディコンの鬼になって、いいかもね。 CF できるのか、 ST できればね、 OMF ができればかなり実用的な選手になったかなって気はします。カラム・ウィルソンさん、ラインブレーカーです。フォワードね、180センチの66キロ、意外と細身のおじさんです。見た目はね結構ごつそうだけど、オフェンスセンス75、ボールコントロール71、ドリブル70、ボールキップ71、グランダーパスは63、フライパス57、決定力75、スピード84、瞬発78、フィジコン73ということで、レベルは29まで上がります。まあドリブル系とパスちょっと上げて決定力かな。フィジコンボディコンちょっと足りなくなりそうだけど、その辺はどうでしょう。足裏コントロール非常にスキルもドリブル系だ。マクシマンのフォワード版みたいな感じだね。キーラン・トリッピアス、あっていうかマクシマンさ、決定力、ああまあでも65か、全部上げても80届くか届かないかって感じだよね。ちょっとまあ平凡ちゃ平凡だね、能力的には。まあ使ってみなきゃ分かんないけど、 CF で育てるのもありかも。キーラン・トリッピアスさんです。レベルは27まで上がります。ボールコントロール75、ボールキープ70、グランダーパス70、フライパスが80、決定力は56で、プレースキックはうまいですね。でディフェンスセンスは68ですが、ボールダッシュ、アグレッシブネス、守備意識は70超えてます。スピード75、瞬発73、フィジコン61のボディコン73ということで、結構なんかバランスよく上げたらそこそこいい見栄えになりそう。スピード瞬発80ぐらいまで上げて、フィジコンはまあいらんか、ここは捨てよう。で守備力上げて、でまあサイドバックとしてだったらボールコントロール、パス、この辺で十分ですからね。で逆足頻度は普通、高い。スタミナちょっと上げたいね。スキルはまあピンポイントクロスと低弾ドロブあるんだ。フライパスちょっと振ってもおもろいかもね。サイドバックからガンガンこうフラスル上げていくみたいな。ニック・ポープさんです。デカセンターバックじゃない、デカ GK、 攻撃的 GK で198センチ、レベル21まで上がります。GK センス76、クリアリングは69と絶望的ですが、このサイズで普通の人だったら届かないボールも届いちゃうみたいな。スキルは高弾道パンとのみみたいな。まあ当たったらちょっとあの怖いもの見たさにレベマにしたろうかなみたいな感じですね。ジョー・ウィルク選手、2列目からの飛び出し CMF、レベル28まで上がります。でボールコントロール、グラウンダーパス70から80未満で、ディフェンス能力もアグレッシブネスの74、守備意識71、以外は68、65とちょっと低い。でスピードは75、瞬発74、フ
フィジカルコンタクト68、ボディコン75、うん、全てにおいて中途半端。ただスーパーサブありますから、レベマにしてスーパーサブにして、まあ、ようやくピッチに立てるかなという感じですね。ラストはジョエリントン、レベル30まで上がります。2列目からの飛び出し、あの2列目からの飛び出しのスキルはめっちゃ強いんでいいかもしれませんね。レベマオフェンスセンスが70、ボールコントロール78、ドリブル74、ボールキープ73、決定力低いですね。2列目からの飛び出しで決定力とパスが低いとなると結構困っちゃうなっていう気はします。スピード75、瞬発73、フィジカルコンタクト79、レベル30だから、まあ、そこそこ上げれるんだけど、スキルはあ、ワンタッチシュート持ってる。ただ決定力全振りしても80、90はいかないよね。この感じいくのかな、90いくだって思う。ワンタッチシュートと90、決定力90あれば俺も何でもいいと思ってるんで、ちょっと気になるおじさんですね。当たりはブルーのギマラインスぐらいですか。まああとはマクシマ、ドリブル好きな人はマクシマ、はっ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 では行きましょう、はっ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 。ちょっと最近ね EJ リーグに忙しすぎて、普通のね e フットボールドリームチームができてないのでね、 EJ リーグ今日終わりますから、はっ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 。4ってことは右側4人かな。あ、ウィロックじゃないこの感じ。あ、違う、最後のブラジル人のウェリントンだっけ、ブラジル人のおじさんだよね多分。スパサブついてたっけ、違う、ワンタッチシュートのおじさんだこれ。ジェリントン OMF CF できる、ちょっといいね、ちょっと試してみたいな。これワンタッチシュートと決定力さえあればフォワードなんて誰でもいい説僕唱えてますんで、使っていいですか。もう前の選手はねワンタッチシュート持ってるやつじゃないとゲップすいませんって感じですよ。星5でお願いしますよ、星5でお願いします。来た、ギマラインス、ギマラインスか、ギマラインス4番ってことはボットマンでした。鈍足のおじさん、あ、顔こっち見てるな、やりますみたいな感じでこっち見てたね今ね。いや出番ないよな普通に考えて。ボトマンね、ボトマンの場合はちょっとアプリで1回見たい。アプリでどのぐらい、もしかしたらスピード瞬発全振りとかしたらいけたりすんのかな。はっ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 、ラスト気合を込めてちょっと頼みます、頼みます、マジで頼みます、マジで頼みます。ギマラインス俺マジで結構いけると思うんだよ。あ、黒人か、あ、サンマクシマンか、サンマクシマンのドリブルでかましていきます。 FIFA だと強いんだけどね、ウイレだとあんま効かないよね。まあ僕はねドリブルだけできるおじさん結構嫌いなんですよ。気持ちよくてボール持ちすぎちゃってその後のプレーの精度でミスっちゃうんで、まあ僕が悪いんですけどねそれは。当たりは当たりです、うん、当たりは当たり。ちょっとじゃあ一回さ見てみようよアプリで、フットチャンピオンなんとかかんとかで、ちょっと待ってて、調べたらバグってて、アプリがバグっててレベルを2しか上げられない状態になってますよ。答えは闇の中、答えは闇の中です。さあどうしましょう。俺的にはね、俺の知的好奇心、知的好奇心的にはあれなんですよ、ウェリントンが一番ちょっと気になるところ。スピード75でしょ、瞬発73でしょ、フィジコン79、まあスピードフィジカル系は結構いいんですよ。ワンタッチシュートで決定力がどんぐらいっていうのはすごくね気になってくる。で守備はもういらない、ドリブルももういいや、いや、やっぱないかな、ないな、やっぱマクシマンか、マクシマン育てるとレベル25だからね、ちょっと行くか25行くか、よいしょーっつって、よいしょーっつって、はい、これで、ショートカウンター低いな、ちょっと一旦置いといて、ドリブルでしょ、もうほら、ドリブル93までいくからね、ちょっとでも、あんまやりすぎ、こんぐらいでいいかな、スピード瞬発、いる？いらん説あるからね、スピード瞬発は、90、90のドリブル、それだったらパスとかをもうちょっと上げちゃった方がみたいな、パスはまあ最低、いや、どうなんだろうね、決定力全振りしたら、あ、77までいくんだ。フォワードとして使うかウイングとして使うかみたいな、まあドリブルで
てこねまくってパスおじさんでもいいと思うんです。それかもうただのこねまくりマシンを作るかただのこねまくりマシン、あ、ちょっと待って、これねえ全部99できない、これ全振りしたら、あ、できないんだ、なんだこれはこれ厄介じゃない。ボールコントロール91、ドリブル99、ボールキープ95、うん、ドリブル99でいいわ。そうだね、ボールコントロールとかまあ置いといて、スピード90、瞬発90で、ここパスかな、あと8、ちょっとやっぱ考えた、いやそんなこと考えなくていいかもね。ボールコントロール、スピード、ドリブル、スピード、瞬発、フィジコン、フィジコン開けたら、あ、結構うざそうだね。フィジカン70にして、あ、ちょっと待って、あ、そっか、俺ショートカウンター上げなきゃいけないんだショートカウンター、まあ、89で、こうか、こうやな、こうやな、うん、これがまあいいかな。スピード90、瞬発90、ドリブル99、鬼でしょと。パスもちょっと上げたいけどね。まあ、これでやってみましょう、やってみましょう、フィジカルコンタクト。うん、であともう一個ぐらい、なんかボディコン、ボディコンじゃないな、なんかあげたいね。まあ、パスあげるか。これでパスな、もうほぼ意味ないだろうけどね決定力あげる、パスあげようか。これでいきましょう、もうドリブルの鬼とかした男、これはちょっと楽しみですよ。 CF これ、まあ、抜け出してキーパーまで抜いちゃえばいいからね。抜け出してキーパーまで、もリンクフォワードなんだこの人、あんま抜け出さないかな。いる？リンクフォワードにスピード瞬発、ちょっと俺スキル見てなかった、絶対ウィングストライカーとかそっちだと思ってたわ。いる？ということでちょっと一試合やってみますか。アラン・サン・マクシマンがここかな。リンクフォワードって言ったらまあベンゼマみたいなタイプなんだけどね、トラップはうまいよ、ベンゼマ並みに。でもパス下手ボールをもう受けて、足元で受けて、え、キープして、上がりを待ってクソパス出すっていう地獄の時間になっちゃうんじゃないのかなわかりませんがやっていきたいと思います。まあ俺的にはね、ウイングで使うのが一番いいかなと思いますけど、まあどうなることやらやっていきたいと思います。ではアラン・サン・マクシマドリブルフォワード伝説、お楽しみに。パー。